皆さんこんにちは、こじこじです。今日は金曜日、皆さん1週間お疲れ様です。ということで今回はじゃん、ドデカミンエナジーコーラを紹介します。こちらの商品、こう分かりますかね、ここに夜もファイト抜群とかでちょっとね怪しいキャッチコピー書いてあるんですけども、普通のコンビニエンスストアで普通に売られていました。 400ml 入っていて税抜き140円くらいだったですね。アサヒ飲料さんのプレスリリースなんかを見ると、あの弾けたいね夏の夜のエナジーコーラらしいです。ちょっとねアバンチュールな匂いがしますね。弾けたい夏の夜、なんかトレンディドラマみたいな感じですかね。成分的にはビタミン C、マカ、ガラナ、ナイアシン、ビタミン B6 が入っています。マカとガラナのあたりがちょっとね、あの夜のエナジードリンクって感じがしますね。まあ普通のエナジードリンクなんですけども、もちろんね学生さんが飲んでも OK だと思います。中学生、高校生、はい、大学生、はい、社会人、誰が飲んでもいいと思うんですけども、はい、夜も抜群、ナイトフィーバーね、もうちょっとね壺に入っちゃいそうな感じなんですけども、早速飲んでいきたいと思います。今回もいつも通り色や炭酸具合をお伝えするためにグラスに開けて飲んでいきます。でちょっと開けていきます。おお、いいですね。あ、このボトルがねキャップ式なので、飲んでおいたり炭酸がねこう抜けることはないですね。じゃあちょっと入れていきます。あー、見た目は普通のコーラですね。炭酸具合も普通のコーラ。匂いは何ですかね、コーラ7割エナジードリンク3割ぐらいといったら、なんか匂いですね。ちょっと匂いが伝わりづらいと思うんですけども、コーラの中に少しだけエナジードリンクを混ぜたような匂いです。ではいただきます。炭酸がきつめで美味しいですね。ここ夏疲れてる時飲んだらこうねすっげー美味しいんだろうなと思います。じゃあ2口目。炭酸強くて味がよく伝わらないんですけども、やっぱりコーラ7割エナジードリンク3割ぐらいのね味がしますコーラにエナジードリンク混ぜた感じですね。それにしてもこうシュワシュワ感が強くて、本当に暑い時にねこうさーっとね爽やかな気持ちにさせてくれますね。暑い夜の気分を上げて楽しみたい時に飲むドリンクとね、ホームページには書かれていたんですけども、これからね僕予定ないです。ただ寝るだけです気分上げてどうするんですかね。寝れなくなっちゃうかな。なんですかね、本当にコーラ7割エナジードリンク3割ぐらいのこう感じで、ごくごく飲めますね。とっても美味しいです。コーラとはまた違ったテイストの味かな。若干コーラといえばコーラなんですけども、それでもちょっとエナジードリンクがね混ざってる感じがする分、違ったテイストで楽しめます。今ねパッケージ見てて思ったんですけども、パッケージ紹介してなかったんですよね。パッケージがねすごい、なんですかね、ギラギラした感じ、こうバブルとかね、そんな感じを思わせるようなパッケージです。最近株価も高くて、円もね円安になっていて、だんだん景気が上がっているなんか言われていて、またねバブルの再来があるような感じのねことも経済ニュースで言われているので、こうちょっとねバブル先取りって感じですかね。ということで、弾けたいね夏の夜に、皆さんもいかがでしょうか。ということで今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。